こんにちは、助産院バブバブ助産師の下子です。はい、皆さんの YouTube からのコメント質問にお答えしますシリーズ20パート27です。はい、行きたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。では皆さんからの質問ブワーっと読んでいきますよ。クリクリさんです。ありがとうございます、クリクリさん。はい、今までそんなにテレビゲームをしなかった主人がオンラインで会社の人とつながれるゲームを やり始めてから、私が家事をしている合間や不在の間を見計らって何時間もやるようになってしまって、夫婦の時間がほぼありません。子供はまだで不妊治療をしている最中で、私は専業主婦をさせてもらっているのですが、主人は早朝から夜遅くまで仕事をしているのでストレスもあるのかもしれませんが、主人はゲームでストレス発散できても私はどうなるの？いつも食事もほぼ毎日毎日毎回毎回一人なのに、なんでそんなにゲームをしたがるの？私との時間よりゲームをしてる方が楽しいの？本当に不満でしかありません。この状況で夫婦の時間を取り戻すにはどうしたらいいのでしょうか？ほら来た、ほら来た、この質問ね。もう私たち女性にとってはこのゲームにハマる旦那の状況ってほんまに意味不明なんですよ。まあ、中には女性でもゲームの好きな人もいるかもしれへんねんけど、多くの人たちはやっぱりこう女性より男性の方がそんなにハマるよね。そんなに大事かと、それより大事なことあるやんかって女性は思うんだけどね。でも男の人ってやっぱりいろんなこうストレスがかかったりとか、会社でまあ頑張ってたりとかっていう、そういうものを抱えて家に帰ってきた時に、私たち女性はこうやって機関銃のように喋って、でそれを、あ、そうやな、わかるわ、うん、そうそうそう、ほんでほんでって、そうやね、わかってもらえるみたいな、そういう会話をすることでストレス発散していく生き物なんだけど、男の人っていうのはそういうのをやってストレス発散ではなくって、どっちかっていうと帰ってきたらもう一人の世界に入ってですね、こう穴蔵の中にこう潜り込んでいって、その中で一人で布団かぶりながらこうスマホでずっと見てるとかね、ゲームをしてるとかね、スポーツ観戦するとかね、本読んでるとかね、それだから一人の世界に入っていくことで、その昼間にいろいろ抱えたストレスっていうのを解消するんだって。だからもう根本的に男性と女性で違うんですよね。こういう手の相談すごい多いんだけど、どうしたらいいんやろうって考えた時に、じゃあ私たち女性が話をするって共感してほしい、誰かに話を聞いてほしいっていうことをせずにストレス発散してくださいって言われたら多分できないんですよね。でそれと同じように男性も一人の世界になるっていうのをやめて私の方に向いてって言ったところで、じゃあそれでどういう形でストレス発散するんやって言った時にやっぱできないんですね。私たちがもっとこっちを振り向いてよって言いすぎるのって、彼にとってこれは苦痛以外の何物でもなくって、どん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 彼の気持ちがどっかに行ってしまう、そういうものになりうると思うんですよ、っていう結論になったのね。なのでやっぱここは女性もちょっと賢くなってですね、まあ気持ちわかりますよ、一番のパートナーであって旦那さんとね、心を通い合わせていろんなことを共有していきたいっていう気持ちはよくわかるんだけど、男の人はそれをしなくても、だからといって奥さんに対して愛情はないんかったら、そういうことではないんですよ。愛情表現の方法が違うっていうだけなんですね。だからそこをよく考えて、女性側もパパとそういうことを共有するというよりも、日々のいろんな細かいことは実家のお母さんに電話で喋るとかね、友達に LINE をするとか、そういう形で細々した日常のことはそのパパ以外の人と話をいろいろ共有することでストレスを発散するとか、そういう形でそのパパだけにこう求めていくと絶対夫婦こうなるんですよ。お互い求めるものが違うから。だから彼はなぜこうなんだろうかって、私はこうしたいのになんであんたはこうなんていう自分基準で物事を言うとややこしくなるんで、なぜ彼はそうなのかなって、どういう気持ちでそれをしてるのかなっていうところに気持ちを持っていくと、少し捉え方が楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、無理やりかもしれへんけどね、こういう話ってね。でもそうでも考えへん方、やってられないんですよ。これ子供生まれてもそうですよ。ずっとパパっていうのはやっぱりストレス発散するときに一人の世界になるからね。こっちからしたら子供ともっと触れ合ってよとか思うねんけど、子供が話しかけてるのはもっと笑顔で接してよって思うねんけど、もう心ここにあらずでね、早く部屋に行って一人の世界に入りたいオーラめっちゃ出すからね、子供が生まれてもパパって。そういうもんなんで、変えようとしたって変えれないんですよ。これマークがいつも言います。これ変えれないんだって。
もうしょうがないよね。だからそれをどういうふうに受け止めて、どこでさじ加減をこうね合わせながら妥協したり我慢したりしない、自分の思いも伝えたりしながらやっていくかっていう、これすごい重要な、夫婦が本当の夫婦になっていけるのか、もう壊れていくのかっていうすごい重要な部分だと思います。そこら辺をよく考えて、この不妊治療中からそういうことを、2人の関係をよく作っていくっていうところ、お互いが意識ができたら、きっとそこに子供が生まれてきた後もすごくいい夫婦になれると思うので、これ試練の時だと思います。うん、頑張ってみてほしいなと思います。ごめんなさい、何の解決にもなってない、申し訳ない。はい、次いきます。ひまわりさん、ありがとうございます。シングルマザー経験のある久子さんに質問させていただきます。昨年末0歳の息子を連れてシングルマザーになりました。離婚原因は旦那の度重なる嘘、浮気です。息子のベビー用品を買うために残しておいたお金もなくなり、旦那は使っていないの一点張りでした。今までも私の財布からたびたびお金がなくなっており、私の管理不足かと思っておりましたが、多分旦那が盗んでいたんだと思います。まさかそんな身近な人が盗みをするような人だとは思わず、信じていた自分が本当にバカだったと反省しています。旦那と離婚する前に躊躇っていた理由の一つとして、もう一人子供が欲しかったということがありました。でもこのままだと息子に悪影響だと思い、息子だけを幸せにしようと心に決め、離婚の決意をしました。正直2人目が欲しい気持ちが諦められません。でも父親が違う兄弟ってどうなんでしょうか。将来再婚して3人目まで欲しいと思った時、息子だけが孤立してしまわないかまで考えてしまいます。私は平等に愛して幸せな家庭を築きたいと思うんですが、子供の気持ちが気になり、このまま2人で過ごすことが一番いいかなって思っています。もちろん息子は世界一可愛いし愛おしい存在です。息子の気持ちを一番に優先してあげたいです。まだ相手がいるとかそういうことではないんですが、久子さんのご意見を聞きたいです。はい、重たい悩みやなこれな。はい、もうまさしく私ここでね、ここ同じことで悩みましたもん。11番目トトちゃんの時に、私は過去10人の子供たちは前の旦那さんの子やったんですね。で11番目は トトちゃんと12番目のネネちゃんはマークの子なんだけども、そのマークとの間に赤ちゃんが欲しいって思った時に、その上の子たちがどんな気持ちになるんやろっていうところをすっごいやっぱり考えて悩んだんですね。ある人に言われたんですよ。その久子さんね、次そのマークさんとの間に赤ちゃんがもし生まれてきたとしましょうね。じゃあその赤ちゃんが生まれてきたことで、あなたの上の子たちに対する愛情は何か変わるのって言われたんですよ。私即答で答えましたね。何にも変わりませんでしょ。ってことは赤ちゃんが生まれるっていうことと上の子とへの愛情っていうのは一緒にして考えたらあかんねんで、全く別問題やねんから、赤ちゃん欲しい、マークとの子供が欲しいって思うんやったら、それはそれで突き進みなさいと。それで上の子たち、前の旦那さんの子たちが不幸になるっていうのは全く別問題ですって言われたんです。パーンって開けましたね。そういうことで11番目のトトちゃんが生まれ、そして12番目のネネちゃんが生まれました。上の子たちはマークの子ではないですよ。だけど今一緒に暮らしていてね、マークは我が子たちと同じように上の子たちに対してもしっかりとやってお父さんもやってくれています。でも私意地悪やからマークに聞いたんですよ。ぶっちゃけどうなんて、その可愛さっていうと目の中に入れても痛くない、もう全部飲み込んでしまいたいみたいな可愛さっていうのは、ネネちゃんやトトちゃんに感じるものと上の子たちに感じるものって全く一緒、意地悪やから聞いたんですよ。ほんならマークも正直やからね、ごめんした子、そこに関してはやっぱり差があるって言いました。まあ、それが正直な気持ちやんね。私なんかね、久子の子供だから同じように愛してるよってなんか嘘偽りっていうか無理をした答えを言ってほしくなかったのね。正直に答えてほしかったんですよ。そういう意味では彼の言ってくれたことってすごい誠実さが伝わってきた。でもだからといってその可愛さの根本的なその可愛さの種類っていうところはやっぱり差があるんだけど、でもだからってじゃあ上の子たち今一緒に暮らしてて、マークがね愛情を込めてくれずにいろんなことを愛してやってくれてないかっつったら、むっちゃやってくれてるんですよね。でそれはなんでなんて言ったら、やっぱり愛する久子の子供たちやから、それをやることで久子が喜んでくれるっていうのが嬉しいから、僕はやっぱりこの子たちにとっても立派な大人になれっていう、そういう気持ちで精一杯のことを、縁があってこうやって親子になったんやから精一杯のことをやらせてもらう、それは僕の喜びやって言ってくれたんですよ。
うん、すんごい嬉しかったね。可愛さはやっぱり差あんねんって、いやいいんじゃない、それでそれが人間やもんね。すごいそれが自然だと思うんですよ。あのお父さんが違う子がその兄弟が生まれてきたからって言って、その今おるその子がね不幸になるっていうとこ、そこをつなげて考えてしまいがちなんだけど、私もそうだったし。でも違うよひまわりさん、うん、まあ、そこは全く関係ない。将来これから先シングルになったってね、何があるか分かんないよ。まだ言っても0歳児やしさ、うん、こっからの長い人生の中でまたひまわりさんが今やるべき一生懸命ことをね、真面目にしっかり生活を重ねていく中で、きっとその前向きな生活をしていこうっていうそのひまわりさんの思いに寄り添う人が必ず向こうから現れるんですよ。求めていったらね絶対見つからないのよ。今やるべきことっていうのを一生懸命やる、その中で引き寄せの法則ですよね。いいものっていうのは同じオーラをまとった人がね、出会いがね、異性であったり同性であったり、それはいろいろなんだけど、人間関係っていうのはそういう形で類は友を呼ぶわけですよ。ひまわりさんが前向きにその離婚したこと、お父さんがいないこと、一人でやっていることね、そういうことを全部ネガティブにごめんごめんごめんっていう気持ちでやっとったら、そのネガティブなところにはネガティブなものが引き寄せられるよ。人生はいろんなことがある、その中でだけど私は失敗しちゃったけど、でもこの選択は幸せになるための選択であって前向きな選択やったんやと、一生懸命お母さんも頑張るからあなたも頑張ってねっていうか、一緒に頑張ってね、頑張ろうねみたいな、そういう気持ちで前向きに捉えてもらって、これからの生活をしていってもらったら絶対いい出会いが来る。あの子供今いるけども、それで終わりとかじゃなくてね、絶対この子に兄弟を作ってやる、いつかねみたいな、そういう明るい未来に希望を馳せながらね、日常を頑張っていってもらったらいいかなっていうふうに思いますよ。きっといい出会いあるよひまわりさん。私だって40過ぎて10人も抱えてですよ、こんなおばちゃん相手する人がで現れるなんて思っても見えひんかったわ。でも今私めちゃくちゃ幸せですもん。はいね、あの幸せは自分で作っていくんですっていうか、あのがむしゃらに頑張ることで自然に向こうからやってくる、それを捕まえるっていうね、そんな感じでやっていってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思うので、あの子供のためだけに子供のことを思って子供の気持ちを一番に優先してって、それも違うんですよ。ひまわりさんの気持ちを優先して、それを大切にすることで子供のことも愛してあげれるし、子供もそういうお母さんをこう尊敬できる、そういうものになっていくの。子供のためにお母さん我慢してるって、そんなことを子供が感じた時に子供幸せであるわけないやん。自分のためにお母さん我慢してる、いやいいですいいです、自由にやってください、僕のことは気にしないでっていう気持ちになるよ、成長していったら。子供のために子供のためにって言うけど、それはイコール子供にとってはすごい重たい負担やったりもします。そこら辺もよく考えて自分の気持ちに誠実に動く、それが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。頑張れひまわりさん。はい、次、山田久美子さんです。ありがとうございます。今風邪で市販薬を飲んでいます。説明書には授乳中の人は飲まないか、飲んでいる期間授乳しないでくださいと書いてありました。授乳は夜寝るときにする程度です。離乳食は3回食になっています。胸が張るので飲ませたいんですが、お薬を飲んでいるのでやめています。お薬を飲んでからの授乳は何が危険なのでしょうか。これもう風邪薬やろ飲んでんの。風邪薬なんて授乳中全然飲んでもらって構いません。授乳中に飲んではいけない薬っていうのは、抗がん剤系のもの と、ステロイド、ホルモン剤と、あと精神科の薬もう、これあのあかんやつといいやつあるんですけどね、でもたくさんあかんやつがある、精神科の薬はね。あとは麻薬系の薬、その程度かな。でも今言ったのって日常生活しててそんなにお世話になる薬ではないですよね。多分皆さんが使うのって風邪薬とかお腹の薬とか痛み止め、解熱鎮痛剤とか、そのあたりやと思うんですよ。あと抗生剤か、うん、そのあたりはねほぼ全部授乳中大丈夫な薬ばっかりです。絶対大丈夫かって言われると、大丈夫だ、絶対に 100% 大丈夫ですって薬 の、ね、添付書類に書こうと思ったらね、人体実験しひん方書けないでしょ。だから一応動物実験で大丈夫かどうかっていうのを確認して OK だったらその薬は売ってるけど、それが人間に当てはめれるかっていうのは人間で実験したわけじゃないから絶対大丈夫ですって書けないわけですよ。何々の危険性があります、授乳婦はそういう危険性があるので控えましょう、妊娠中はみたいなことがやんわりしたこう
どっちつかずの話が書いてあるね。安全性は確保されていませんみたいなことが書いてあるわけですよ実験できないからそういうことになるんですよ。ほとんどの薬は授乳中使えます。そんなんで薬をやめてしまうことで授乳のリズムが狂ったりとか、ね、おっぱいがトラブルを起きたりっていうことは困りますので、世間一般的によく使うタイプの解熱鎮痛剤、抗生剤、あと市販の風邪薬、お腹の薬、そのあたりのものっていうのはどれも授乳はしてもらっても何ら差し支えはありませんので、それ覚えておいてくださいね。はい、ということで、皆さんからの質問にお答えしますシリーズパート27行かせていただきました。まだまだ続きます。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。